虫を組みて、あれ？はじめちゃんじゃないの、ごめん。おい。ブンブン番長、来たよ。おいしょ、おいしょ。とよぎはじめちゃん、おいしょ、おいしょ。とよぎはじめちゃん、おいしょ。ニグロス来たな。来ると思ったんだよ。おいし、リグロスの番長、僕しか申し訳ないけど、新人にも容赦はしない。ミク、先輩風を吹かせていくタイプなんだ。ゼロ規制として。おいしょ。ハチコロンコにしよう、おいしょ。おい、来いよ、おい。え、やめて。ほら、先輩として任せに分からせてやろうってんだよ、ほら。よし。え、やめて。おめえが番長ならミコチーマーのリーダー張ってるんですけど、ねえ109の前にミコはあれなんだけど、張ってんだけど、渋谷で張ってるチーマーなんですけど、なめんなマジで、なめんな、なめんなマジでよ。チーマーなんですけど、チーマーのリーダーなんですけど、おれ、おれ、先輩の打撃は受けろ。それはしゃ、おいし、先輩として分からせよ。ねえ、チーマーは100年ぶりに聞きました。そんな古い言葉なの。おらよ、おらよ、おい、しっかり喋らって、しっかり、おら、しゃあ。先輩としての体裁を保つのは大変だわな。はい、ありがとう。ちょっとオーケー、イエーイ。パワハラですよ。あんまり強い言葉使わないよ。ミコはやっぱゼノキセイと先輩をね、頑張んないといけないわけだからね。